こっちから帰れたっけ。クミコちゃんさ、ジョゼは？クミコちゃん、ジョゼや。ジョゼ、とりあえず今日は連れて行け。あたいを海まで連れて行け。あ、別に初めて乗ったわけちゃうで。いや、どんな風に見えてるのかなって。全てに心が躍るわ。楽しくてスキップしてしまいそう。季節は巡り、春がやってきました。人魚の世界はどんどん広がっていきました。ほら、治った。ジョゼ、お前が大丈夫か。どうして。これからは一人で歩いていける。あたいはもう十分押してもろうた。ジョゼのためじゃなくて、俺が管理人でいたいんだよ。ジョゼが好きだ。あたい管理人が好きや。想像してたんと全然ちゃう。ごめん、待たせたな、夏目。気分はどうだ。バカだつね、お前さ、なんで北斗で会いに来たりしたのさ。ハルトラ君、私はあなたが好き。いつかきっとまた会おう。ハルトラ君、あともう少し、あともう少しだけ眠らせて、一人で飛び立つ勇気を育むために。悪いな、巻き込んで。仕方ないでしょ、あの状況で断れるわけないじゃない。自分の家族が言いくるめられる姿を見て恐怖すら感じたわ。俺はむしろ向こうが折れてくれたことに恐怖を感じたよ。なんであんな無茶なこと言い出したの。あれしかお前と関わる方法がなかった。は？なんでそんなこと。何でもない放課後にお前がいてほしいってそう言われてな。そういう関係をうまく保てる自信がない。あ、言っちゃなんだが、俺もお前もそこそこコミュ力低い上にこじらせすぎてる。距離を置いたらそのままどころか、もっと離れてく自信があるぞ。だから、こ
ういうの言うのはすげえ恥ずかしくて今すぐ死にたい気分なんだけど、責任取りたいというか取らせてくれというか。お前は望んでないかもしれないけど、俺は関わり続けたいと思ってる。だからお前の人生歪める権利を俺にくれ。そういうことならもう随分歪んだわ。俺もそう思う。人の人生歪める以上、対価はちゃんと払うつもりだ。渡せるものは時間とか感情とか将来とか人生とかもろもろ全部やるから、お前の人生に関わらせてくれ。じゃない、最低のプレゼンよ。なんでそんなどうでもいいバカみたいな言葉はペラペラ出てくるの。私多分とても面倒な人間だと思うわ。知ってる。どんなに面倒くさくてもいい、厄介でもいい、逆にそこがいいまである。あなたの人生を渡してください。カタリナ、お誕生日おめでとうございます。ありがとう。では最初のダンスは僕とぜひ。喜んで。カタリナ、前にも言いましたが、僕は絶対に君との婚約を解消するつもりはありませんからね。でもジオルド様に気になる方ができたら言ってくださいな。全く分かってないことが分かりましたよ。うわあ、あのジオルド様。こんなことではいつでも簡単に奪えてしまいますよ。それでは。はい。あなたを愛している。私もです、ニコル様。間違った。あの、すみません。カタリナ、たとえあなたが別の人のものになったとしても、俺はきっと。ニコル様もセリフ間違えてますよ。正直全く原因が分かりません。すぐに目を覚ますかもしれないし、このまま目を覚まさないかもしれません。カタリナ、僕の前に現れた不思議な少女。おかしな言動に興味を惹かれて、嬉しいも楽しいも何も知らなかった僕に君は全てを教えてくれた。ジョーさん、申し訳ございません。ご自宅まで。私はジョーさんに会いたいです。愛してるも少しは分かるようになったのです。今の私は少佐の気持ちが理解できるのです。帰ってくれ、帰ってくれ。今の君に私は必要ない。私は君を傷つけた。きっと君にふさわしくない。それでも私そばにいてほしい。バリネット、私、バイオレット、泣くな。
愛してる、ヴァイオレット。ずっとこうしたかった。